株式会社山の楽器は日本の楽器、音楽、映像ソフトや楽器の販売事業、音楽教室事業を行うチェーンストア。本社は東京都中央区銀座4丁目で、創業は1892年、会社設立は1915年。楽器の輸入代理店業も行っており、主にアメリカ合衆国のギターメーカー大手のフェンダーと同社のスクワイアブランドを取り扱っている。 かつてはギブソンも取り扱っていたが、2006年12月31日をもってギブソン社との代理店契約は終了し、2007年1月に日本国内ギブソン及びエピホンウェブサイトの運営を終了した。2013年2月に新生堂の楽器部門のロックインや音楽教室など店舗事業上等を受けた。これと同時に新生堂が 輸入代理店業務を取り行っていた立憲バッカー、カール・ヘフナー、G&L ギターズ等の取り扱いも開始している。本社併設の銀座本店は日本一工事地価が高い地にあることで知られている。銀座本店は音楽ソフト市場の縮小に伴い、これまで2階から地下1階の仮想会にあった CDDVD 売り場を縮小し2019年8月1日に4階に移動。 KDDI と仮想会の賃貸契約を結んだ上で KDDI のコンセプトショップ銀座456クレイテッドバイ KDDI を2020年9月26日に開店している2015年から銀座本店の正面入り口に群馬県妻恋村さんのモミの木を使用したクリスマスツリーが登場しクリスマスシーズンの銀座の風物詩となっている元々は隣接している 三木本本店が1976年からジャンボクリスマスツリーとして行ってきたが、2014年、三木本の店舗改装を理由に39年間の歴史に幕を閉じた。その様子をモーニングバードで取り上げたところ、コメンテーターの一人である、長島和重が小学校時代からの幼馴染である、同社社長の山野正彦に対して、 来年からお前がやれよと発言したことがきっかけとなり、同所での開催に至ったという経緯がある。このツリーは毎正時になると音楽に合わせてイルミネーションが点灯する仕組みになっている。銀座本店をはじめとして47店舗を展開する。うち46店舗で山のミュージックサロンなどの名称で音楽教室を併設している。宮城県、栃木県、大阪府。 兵庫県、広島県の7店舗以外はすべて東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の1と3県に集中して出店している。現行店舗及び音楽教室の詳細は公式サイト、ショップガイドを参照。新生堂から継承した店舗、編集、ありがとうございます。